私はですね、本日の基調講演と、させていただく CSC ジャパン株式会社のサンドラと申します。本日よろしくお願いいたします。今日はですね、少し自分の経験と、企業を戸惑わせている、院内権利保護業界の実態と、ボトルネックが、どこにあるのかってを少しお話ししたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まずですね、私、5年前から日本市場の担当を始めまして、日本企業様の考え方やニーズをよりよく理解するために、私は日本のクライアント様との打ち合わせや会議ではできるだけを同席しております。日本のクライアント様はみんなすごく優しいんですが、オンラインブランド保護の話になると、ドキドキ厳しいご質問されました。こちらは一部のご質問ですね。非常にいい質問なんですけれども、ただし、こういう質問は、CSC に対するだけではなくて、おそらく他のベンダーさんにも、同じなような質問をされていると思っております。企業クライアント様の質問に対しては、我々はもちろん、真剣に向き合うつもりです。我々の印象の中では、企業のブランド方向のご担当者様から、こういう質問がする理由は、やはり業界の実態が見えづらく、オンラインブランド方向の仕事に対して、少しまだファンタジーが持っているではないかなと思っております。なので、我々が、正直この10年間に、インターネットの構造や接続し方、クラウドサービスの発展及び、ポリシーも結構劇的に変化が、遂げたにもかかわらず、オンラインブランド保護に、昔の、に対しては昔からの、アプローチがもう全然変わっていませんので、我々の業界の中ではグローバルプロバイダーとしては、常に、動いているので、日々ブランドオーナー、他のサービスプロバイダー、CSC のような権利行使を代行しているプロバイダーですね。プラットフォーム側は、レジストリー、レジストラ、e コマースサイトとか、ホースティングプロバイダーなど、どういうプラットフォームと、あと、各国の政府機関や、日報機関などとの購入機会、見解や、悩みを聞かせてもらう機会がたくさんありましたので、一般人よりはやっぱりこの業界の実態とボトルネックが見えてきています。強く感じております。強く。なので、今日ですね、オンラインブランド保護と権利侵害の現状を、見てみると、やっぱりブランドオーナー、プラットフォーム、プロバイダー、日報機関の間にビジネスモデル上のボトルネック、そして、コンプライアンス上のボトルネック、パートナーシップ上のボトルネックと、企業の視野のボトルネック、4つのボトルネックが存在していることが考えております。CSC は今まで業界がすごい苦労しているのに変えることができない、オンライン権利侵害の、そのもぐらたたきの状態が多少解消できる実現可能な提案をしてきました。CSC の推奨するアプローチには、ブランド側、プラットフォーム側、そして、サービスプロバイダーが共同協力し、この4つのボトルネックを克服して、健全なトラストノーディファイアのシステムをこう、確立すること、そしてサービスプロバイダーの役割を明確にすること、と、合理的な情報交換、を通じて、ブランド方向のコストを、強化的に吸収し合って、最終的にそのコストを、新会社に転嫁すれば、ウィンウィンの関係がす、あのそ、あの促進することができるではないかなと考えております。残念ながら今日は時間が限られていますので、この4つのボトルネックの中で1つだけ、少し詳しくご説明いたします。ビジネスモデル上のボトルネックは何でしょうかね。ブランド側とプラットフォーム側の間に、いつも誰の責任がという観点から論争することが、多くなさってきました。例えば、侵害品がプラットフォーム側上で発見される場合は、ブランド側が、プラットフォームがそれが削除する責任があると、当然感じていますし、実際にプラットフォーム側も、この責任が喜んで受け入れてます。が、
同時に日商の責任はやっぱりブランド側にあると感じています。実際、現実的なビジネスの世界には、ブランド保護の本質はコストでありますが、ブランド側とプラットフォーム側のコストは、やっぱりお高いあんまり考慮されていないのは、現状となっております。どういうことかというと、ブランド、プラットフォーム側が日々やっぱり対応している、企業のクレームだけではなくて、一般インターネットユーザーや、被害者や、保守公機関とか、からのクライムも結構たくさんありまして、特にオンラインサービスが発展とともに、オンラインの侵害も、大量に増加しています。最終的に、ブランド側の一つのクレームに対する平均的なコストを削減したいと常に考えなければなりませんので、同時にブランド、プラットフォーム側も一つ一つのケースを処理するコストを、効果的に管理したいと考えています。どちらも、自分の ROI を、上げようとしていますが、侵害が続く環境では、商法のコストが増加しています。時間とともに現在のビジネスモデルはコストの転嫁に進化してました。まずですね、ブランドとプラットフォームが、プラットフォームの間に、権利行使を代行する、プロバイダーがいます。ブランド側が人件費や、知識が不足な、そういう理由で、やっぱり権利行使を仕事の効率を上げるためにサービスプロバイダーを使用していますが、限った予算で、増えてる案件を大量に、ブランドプロバイダー、プロバイダーに押し付けて、いわゆるブランド側のコストをサービスプロバイダーに転嫁しています。その結果、ご想像の通り、お客様を、維持するために、プロバイダーがコストを抑える同時に、クレームの量を増えているため、クレームの内容がますます標準化、いわゆる、テンプレート化されていることになります。テンプレート化が進んでいる同時に、アナリストたちがますます搾取されてってきました。本来、質が高いブランド方向と、権利行使の仕事は、調査、総合収集、申請性を識別から、クレームの作成、証拠の提示、侵害の根拠を、主張するまで、階段を追って、すべての階段において、段階において、プロの職人技でなければなりません。必要な知識は本当に法務とか知的財産だけではなくて、技術、インターネットポリシーなど複数の分野にまたがっており、量を追求しちゃうと、やっぱりアナリストが作るクレームの質が、必然的に低下します。クレームの品質が低下した結果、どういうことになるかというと、そのコストが、再びプラットフォーム側に、転嫁されます。世界、最大な小売のレジストラである GoDaddy、多分ご存知だと思うんですが、権利行使の協会の中ではよくノンコンプライアンスと、見られているのが、有名であり、新会社も結構好きなプラットフォームであります。常に、GoDaddy さんが、企業様と常に対立な立場となってしまうんですが、実はある愛犬の会議の中で、GoDaddy の法務部の最高責任者が、彼らのチームのキャパシティが、すべてのクレームの対応のみに集中しても、クレームの全体の 7% しか、処理できなかったことが、認めました。これが明らかに、プロバイダーが作るクレームの質がの低下とクレームの量が増加を通じてブランド方向のコストがプラットフォーム側に転嫁される結果に至ります。プラットフォーム側にとっては、クレーム、失礼いたしました。クレームを処理を、効率をもちろん改善しようと思っていますが、やっぱり限界がありますので、結局、自分の政権ポリシーを強化することを通じて、日商のコストをブランド側にまた転嫁することになります。最終的に、日商の仕事はさらに厳しく、
なってこんなになり、ブランド保護のコストがブランド側にまた転嫁されるという悪循環になります。これが我々が分かってきた業界の一つのボトルネックですね。このボトルネックを、克服するにはいくつか重要なポイントがあると思っています。まずですね、プラットフォーム、サービスプロバイダー及びブランドが同じ目標を持つお互いにパートナーになって、ブランド方向のコストを新会社に転嫁しながら、お互いのコストを有効的に吸収し合うために協力する必要があります。弊社は、ブランド方向と権利侵害の業界がもう20年以上携わっておりますので、企業様の要求はもちろん、分かっているつもりです。権利行使サービスの最終的に求めているのは、やはり、侵害コンテンツの効果的なテックダウンですよね。この簡単なような見える要求の中では、実はたくさんの成功要素が含まれています。まずですね、ブランド側が速やかに申請を判断するため、侵害に対する明確的な定義と、対応するかしないか明確的な判断基準が必要です。我々の経験の中で、問題あるドメインを識別するために、ポートフォリオや、リセラーのリストが不完全で、プロバイダーに発注することが滞ってしまう案件がたくさんありました。効果的なテクターの部分ですが、いわゆる短時間内に、侵害コンテンツに対して、プロバイダーが速やかに調査して、クレームを立てて、正しくプラットフォーム側に提出することによって、ブランド側の損失を最小限にすることが求められています。速やかにオーダーを対応するのが、プロバイダーにとってはもちろん当然だと、思われていますが、それが非常にプロバイダーの経験と、人脈、そしてブランド側との、日々のコミュニケーションがやっぱり不可欠であることが強調させていただきたいと思っております。最終的に、クレームと、受ける側ですね、プラットフォーム側に、最近やっぱりクレームに質を求めています。最近多くのプラットフォームが自社のブランド方向、プログラムを設けて、積極的にブランドオーナーとコミュニケーションを取ろうしていますが、やっぱり全世界のブランドに対して全て丁寧に対応するには、やっぱりかなりリソースが求められて、コストが高すぎるので、最適な方法はやっぱりプラットフォームのポリシーがよく理解することができている、ブランド側のポートフォリオが把握している、信頼できるのプロバイダーをうまく利用することによって、ブランド保護の全体のコストを吸収することができる、企業様のニーズも満足させることができると考えております。これが、つまり、我々が冒頭で、推奨していた、Trust Notifier System を構築すること、です。ですので、まあ、サービスプロバイダーとしては、CAC 常に、量よりは質を抽出して、ブランド側とプラットフォーム側の間に立ってて、我々のビジネスのスケールを、拡大することによって、できる限りは、ブランド側とプラットフォーム側のコストを吸収しております。ただし、これはあくまで短期的な解決策だと考えておりますので、もし、ロコニの3つのボトルネックと我々が推奨改善案にご興味を持ってくださる方がいらっしゃるだったらば、ウェビナー後にサンドラまでご連絡いただければ、またご交流の機会を設けさせていただきます。では、残りの時間ですね。私、先ほど、説明した企業が準備すべき、侵害に対する定義と、判断基準についてメルカリ様は、ご紹介していただきますので、どうぞ続けてお聞きください。最初自己紹介なんですけれども、私は、理系の大学で、メーカーに入って、ずっと知財というような形でやっていました。で、主に特許の、しかも、係争ライセンスなどをやっ
ていたんですけれども、4年ほど前に今の会社に来まして、知財全般を担当するようになりました。で、その中の一つがブランドプロテクションなんですけれども、最近だと、個別のこう案件対応というよりもプロジェクトマネジメントみたいなものがこう多くなってきています。で、今日お話しするこのブランドプロテクションもまさに、プロジェクトでこう対応しているようなものでして、まあ、そういう活動として本日ご紹介させていただきます。で、本日の内容なんですけれども、ブランドプロテクションの概要で、このブランドプロテクションを、行っている PJ 体制の立ち上げの背景と、まあ、経緯、ブランド既存、まあ、要はテイクダウンの判断基準と、そのテイクダウンの事例の紹介で、最後が、今後の展望ということで4つで成り立っています。で、前半2つを私からで、後半2つを弊社の、マーケティングの上村から紹介いたします。で、最初、PJ ブランドプロテクションの概要ということで、具体的に、行っている活動としては、偽サイト、偽アカウントとのテイクダウン、まあ、要はオンラインブランドプロテクションと呼ばれているものになります。で、メルカリの場合どういったものがあるかというと、最近の傾向として情報商材ですね、右の方の画像のメルカリ副業スクールっていうふうにあるんですけれども、こうメルカリを使って副業で月何万円稼げますみたいな、こういうようなものを情報商材として売られているっていうようなものが一つ最近の傾向であります。で、もう一つが、偽 EC サイトということで、画像の右なんですけれども、上がメルカリの商品画像で、下がその偽 EC サイトの商品画像ですね。こういうような形で、メルカリの商品画像をこうコピーして、EC サイトをまあ勝手に作って売られているというようなのが最近の、ブランドプロテクションの対象としてあります。で、そういうようなものの件数なんですけれども、この PJ で通報を受けている件数で月数十件というような規模になっています。で、次が PJ の組織体制なんですけれども、ブランド、これが本日この後話す上村のいるマーケティングの中の1チームですね。で、あとセキュリティ、ホーム、政策企画。これはまあロビーングをする部署ですね。あと私のいる知財というような形でプロジェクトを作っています。で、それぞれ、ブランドチームはブランド既存を判断。基本的にこのプロジェクトは、ブランド既存につながるようなオンライン上の偽サイト、偽アカウントを削除するということですので、まあ、ここの判断が一番基本になります。で、セキュリティチームはセキュリティ侵害の判断。やはりこの偽サイトなどは、フィッシングなどとの関連が強いというのがあって、セキュリティチームに入ってもらっていて、セキュリティの方で行っているフィッシング対策と連動して動いています。で、次、ホームが行っているのは、メルカリの利用規約違反をこう助長するようなものですね。先ほどの、副業などの、情報商材は、利用規約違反などがまあありますので、そういう判断。あとは、業務妨害。まあ、こちらも利用規約違反と同様に、テイクダウンの根拠として、判断するということを担当しています。で、政策企画なんですけれども、省庁や業界団体との連携ということで、例えば消費者庁であるですとか、警察などとの連携。あとは、弊社がこう所属しているような、EC の業界団体ですとか、あとは不正対策の業界団体などとの連携を担当しています。で、私のいる知財としては、見つかった偽サイトのドメインなどの調査や、まあ、知財侵害の判断、あとは実際の、テイクダウンですね、の、通知、申し立てを行うっていうようなあたりを担当しています。で、これが、PJ のメンバーの、オンラインミーティングの時のスクショですね。はい、ちなみにこのポーズはその場で、瞬間的に考えたポーズなんですけど、なんで逮捕、みんな手錠されて逮捕されてるのっていうふうに社内で聞かれました。はい、まあ、こんな感じで、副
複数のチームから集まって活動しています。でその PGA の立ち上げの背景と経緯ということです。もともとメルカリがある程度こう知名度が得られた段階で、先ほどのような偽サイトや偽アカウントはネット上に存在していたと。でそれを弊社の場合だったらお客様が見つけていただくことも多いですし、あとは社員がこんなのがあったよというようなことで見つけているっていうようなことがありました。でそれに対してどうやって会社として対応していくか、そもそもそういうのを見つけたらどこにどう通報するのかっていうあたりの仕組みがなかったんですね。なのでどこに通報したらいいのっていうようなことをよく言われていました。でそれに対して、主にテイクダウンを担当するのがホームと知財ということで、この2チームで個別に対応していたという形ですね。でその通報があったサイトなどを見に行って、規約違反や知財侵害などがあるかを調べて、あればテイクダウンというようなことをやっていたんですけれども、そもそも会社全体としてどういうような方針でやっていくかっていうところがない中、これをやっていくのは気になる、これでいいのかというような思いがあったということですね。で特に、メルカリの場合だと、こうお客様がこういうような形でこう梱包したらうまくいきましたですとか、こういうようにこう商品情報を書いたら売れましたといったようなこうノウハウとかをブログなどでこう掲載しているっていうような場合があるんですね。でそういうようなものを、会社としてはファン活動というふうに捉える部分もありますので、このようなものについて、形式的に、知財侵害があるからといってテイクダウンすべきかといったようなところが懸念としてありました。ということだったので、法務知財でバラバラとや個別対応していたんですけれども、これはちゃんと会社としてどのような基準でテイクダウンするかを決めるべきだろうということで、 PGA 化の必要性を感じて、実際に立ち上げをしていったということになります。で、立ち上げの際の方針としては、テイクダウンの基準を作る、であとは事例を収集しながらその基準を精緻化していきましょう、あとは今、通報の窓口が明確でないというところをちゃんと明確にして、社員にもお客様にもお知らせしていこうというような方針を立てました。でその中で、やはりテイクダウンの基準というのが一番重要なんですけれども、それはやはりブランド毀損するかしないかということが、根本だろうということで、ブランドチームの方に PGA のオーナーを依頼した。でその後、セキュリティ制作企画など必要と思われるチームからメンバーを募ったというようなことで、この PGA ブランドプロテクションの立ち上げに至ったということになります。でこの後からは、ウェムノの方にバトンタッチします。私はバックボーンとしては、メルカリにも CS のメンバーチームとして、ジョインをしております。キャリアとしても、新卒から約10年ぐらいカスタマーサポートの領域を担当しております。で、ここ2、3年とかは社内の中ではマーケティング、ブランディングを担当する、チームに所属をしております。そういう意味ではですね、非常にこのプロジェクト、カスタマーサポートのチーム組織と連携する部分も多々ありますので、非常にこう横断的なプロジェクトとしては、今のバックボーンが活かせているかなというふうに感じています。では、先ほどのトピックに戻りまして、3つ目、ブランド毀損の判断基準とテイクダウン事例の紹介ということで、ここからちょっと5つですね、皆様に紹介をできればと思っております。まず前提として、このブランド毀損の判断基準とは何かというところをお話ししたいと思います。まずブランド毀損とはですね、我々の運用上では、ファン活動を超える、それからメルカリ公認公式と誤認するような発信とか表記をされている場合を、ブランド毀損というふうに定義をしております。で実際に内訳としてやはりこのファン活動を超える例というのが、事例としては非常に多くなっております。具体的には大きくこの2つに分かれてきます。ビジネスのを行っている、営利目的の活動を行っているかどうか、それから規約違反、業務妨害等があるか、特にこの2つ目は、いわゆるそのメルカリを好きで、その
発信の延長線でですね、いわゆる情報商材だったり、契約に抵触するような発信につながる可能性というのも、まあ、やはり中にはあって、ただメルカリを広めたいと思っている方に関して、その情報を受け取ってくれる方々がメルカリの規約に違反するとか、もしくはアカウントに何かこうバンがされるような、そういった発信を推奨することは基本的にはないでしょうというところが一つ考え方になっていますと。ただし、テイクダウンできるかどうかっていうのは、この後ご紹介する、知財だったり、規約違反、それからセキュリティ侵害の有無など、まあ、総合的に判断をして、最終的に、テイクダウンのフローに寄せているという状態です。でまず、運用に関してはですね、実は立ち上げ当初は左側、画面向かって左側の社内用エスカレーションフォームというところのフォームを使って、運用を始めました。まずは、どんな通報が、どんな事例が来ているのかみたいなところで、この社内向けにフォームを一つ作成して、カスタマーサポートをはじめいろんな部署から社内の通報の窓口を一本化しましたと。で徐々に我々の中で事例がたまっていって、運用についてもブラッシュアップができたタイミングで、最近このコーポレートサイトというのもリリースをしました。これによってですね、お客様が直接このコーポレートサイトのフォームを通して当該事案に関しての通報報告をいただけるようになりました。で合わせて今まで CS がこうお客様からアプリで問い合わせを受けたものをこのエスカレーションフォームに、まあ、転記をし直して我々のプロジェクトに報告をしてくれていたんですが、まあ、ダイレクトに通報できるフォームが用意されたことで、まあ、先ほどの話もありましたが、まあ、全体としてこう負荷が、コストが減っていく、そんなことも期待しているというところです。で事例の一つ目、ご紹介させていただければと思います。先ほど、神野からも話がありました通り、この副業セミナー、よくこう SNS のストーリーだったりとか、広告で目にする機会が増えてきているという事例の一つになります。メルカリを使った副業セミナーの参加を募集するような内容で、我々としてはファン活動を超える、それからメルカリ公式公認と誤認するような表現であるというふうに判断をして、ブランド毀損であるということをこうジャッジしています。で、さらにそれを受けてですね、知財侵害だったり規約違反も認められたため、テイクダウンの対応を進めているというところです。ただこの事案に関してではなくてですね、いろいろこういったものっていうのはちょっといたちごっこで、テイクダウンをしてもまた別の形で、活動を始められる方もいらっしゃるので、まあ、長い戦いに、対応になるとは思うんですけれども、一つずつこうナレッジを貯めながら、対応しているテイクダウンをしている事例の一つかなというふうに思います。二つ目ですね、こちらはメルカリの名を使った第三者アプリの事例になります。まあ、メルカリの API を使ってフリマアプリの出品の通知、それから一括で検索ができる等の機能を備えたアプリがストアで掲載をされていて、普通にこうインストールができる、ダウンロードができるようになっていました。でこれに関してもですね、社内の通報をきっかけに我々の方でファン活動を超えると、メルカリ公認公式と誤認するというふうに判断をしています。で結果、知財侵害も認められたため、テイクダウンの対応を進めています。この事例に関してもですね、すぐに対応いただけて、まあ、現在は公開ができな、されていない状態になっているというところです。まあ、2つ目ですね。続いて3つ目の事例ですが、クラウドソーシングサービス上の募集事案ということでご紹介します。効率化ツールの開発募集というものを、ソーシングサービス上で掲載されていました。イメージにある通り、メルカリのツールみたいな形で募集がされていたものです。これ自体も通報、報告をいただいて、我々の方でファン活動を超えるというふうにジャッジをしています。でまた、規約違反や知財侵害も認められる事案ということで、まあ、複数の点で確認ができたため、プラットフォームの事業者の方とですね、アポイントを取って、よりこの一つの事案だけを、なんというかこう、テイクダウンするだけではなくて、まあ、一緒に、こういったこう連携体制を築きながら、まあ、どのようにして、まあ、上流で食い止めていけるのか、また、
まあ、本来募集しても構わない、ラインというのはどこにあるのか等々を、良好な関係を築きながらですね、よりお互いに良いプラットフォームを作っていきましょうというところの連携が今まさに進んでいるところであります。まあ、これがやはり、プロジェクト体制を取ることで、一つの事案で完結することなく、まあ、より良い、体制を作るにはどうしたらいいかというところで、プロジェクト全体で取り組めている事例も一つかなというふうに思います。四つ目ですね、フェイクサイトになります。これも最近、増加している事案の一つです。メルカリの出品情報をコピーして販売しているような外見を持つサイトが作られていると。で、これもお客様からこう通報をいただくことで発覚した事案になります。我々の方ではファン活動を超える、それから公式、誤認と誤認するようなものであると判断しています。その後もですね、制作企画、先ほどご紹介しましたが、制作企画のメンバーが消費者庁通報を行うとの対応を実施しているところでありますと。まあ、以前であればこういったものもなかなか慣れ地がたまらずに逃されていたようなものも一部ありますけれども、しっかり我々の方でどういった傾向があるのか、どういったものなのかっていうのをためながら、しかるべき対応を進めているというものになります。最後、5つ目の事例ですけれども、中国人向けの偽サイトということでご紹介します。メルカリの出品情報をコピーして中国人向けに販売していたと思われる偽サイトになります。これもファン活動を超える、公認公式と誤認すると判断をしてテイクダウンの対応をしております。まさに今日この場をいただいているCSC さんに運営の調査を依頼させていただいてですね、まあ、特定できたおかげでこういった対応をできておりますので、本当にその説はご対応ありがとうございました。ということで、ちょっと代表的な事例を5つここまでご紹介をさせていただきました。最後に、今後の展望ということでお話しさせてください。大きく2つ考えています。まず1つ目はですね、メルカリグループ全体のコーポレート、それからサービスブランド活動への貢献を、していきたいというふうに考えています。我々のプロジェクトまだ補足して間もなくてですね、まあ、プロジェクトとついているからにはいずれこう、プロジェクトではなくなる、つまりちゃんとメカニズムとして、プログラムとして回っていくような状態を目指しています。今現在は国内フリマの事業をフォーカスして、スタートしていますけれども、しっかりこう事例の収集、それから、判断フローのブラッシュアップ等々を踏まえて、グループ全体の展開を目指していきたいというふうに思っています。それから2つ目ですね、クリエイター向けのガイドライン作成啓発と、まあ、急に2つ目の、出てきましたけれども、これは私がマーケティング、お客様に近い、ところで、コミュニケーションを担当しているものであるからこそ、よりそのメルカリを代表するようなお客様だったり、メルカリをもっともっと、広めてくれるような、そういったお客様の発信活動に関してはよりこうしやすいようなガイドラインだったりナレッジは提供していきたいなと思っています。なのでこのブランドプロテクションで守りを固めるだけではなくて、よりこの攻めのですねアクションにつなげていきたいというふうに思っております。メルカリの魅力がこう SNS で安心安全に、発信できる、まあ、そういった世界も作っていきたいなというふうに思っていますので、今後これらの活動をご注目いただけると幸いです。まあ、オンラインブランドの侵害といえば、やはりネット上の商用への侵害、まあ、ブランドに関わる詐欺行為、まあ、それ以外企業が関心を持つ、まあ、オンラインコンテンツです。まあ、いろいろが含まれています。まあ、例えばですけれども、不正なドメインの登録、まあ、商標や著作権の不正使用、まあ、オンライン上のなりすまし、あとは、まあ、オンライントラフィック のリダイレクト、それから、まあ、機密情報をオンライン上での公開などなどあります。で、まあ、探せばこういったものが、よく出てくるんですけれども、まあ、弊社のモニタリングプログラムにアナリストをつけることによって、まあ、重視されている侵害を優先的に報告したり、まあ、関連情報を、まあ、得るため の分析を行ったりすることで、まあ、もっとお客様のニーズに合わせた、まあ、体験を実現ができます。そうですね。例えば、ブランドが悪用されて、まあ、顧客が正規のチャンネルから流されたり、模倣品が拡大されたりすることによって、まあ、それを放置すれば、まあ、エンドユーザーや、
まあ、関連企業など多くのステークホルダーに影響があって、まあ、最終的に、まあ、信頼喪失、まあ、ブランドイメージの低下、まあまあ、収益 の減少まで、まあ、つながるというリスクがあります。まあ、それから、まあ、セキュリティの面でのリスクももう忘れてはいけません。例えば不正に登録されたドメインはもうフィッシング攻撃や他の詐欺行為に使用されることもあって、まあ、機密情報や、まあ、重要なシステムなどへのアクセスを獲得するための、まあ、恐ろしいツールにもなります。実はアメリカ の、まあ、サイバーセキュリティの機関、CISA からもう大半のマルウェア攻撃と、まあ、ランサムウェア攻撃が、まあ、フィッシングから始まるという、まあ、そういった注意喚起が出ています。まあ、そのオンラインブランド保護サービスが、まあ主に消費者向けの企業に必要だというイメージがあるかもしれませんが、まあ、世界がもうますますデジタル化する中で、まあ、どの企業でも視野に入れて、まあ、検討する必要があると思います。まあ、ほとんどの企業が、まあ、オンラインの存在または、まあ、オンラインのオペレーションを今、持っていると思いますので、まあ、新会社たちにとってこれはもう可能なターゲットがもう拡大していって、もう侵害がもう今増加している傾向にはあります。で、結局もうその侵害に対して、まあ、対策を打てるのが基本的に商標を所有しているもののみのため、自ら行動しなければ、まあ、侵害者がもう自由に活動することに なりますよね。はい。そうですね。現在もその B2B から見て もう考えられるその被害に遭う侵害はもはや消費者向けの企業とそれほど違いはないかと思います。まあ、例えば B2B 企業の場合でも、まあ、現地法人、パートナー企業、サプライヤー、代理店などが含まれる、まあ、国際的なネットワークを持っている企業が多いかと思います。で、この状況によりもうドメインポートフォリオ、やまあ商標の、使用権など、まあ、その管理が、まあ、複雑化して、まあ、オンラインブランド の被害 のリスクが高まります。で、やはり、まあ、オンラインセキュリティ に関心が低いところからもう侵害が始まって、まあ、そこから他の関連企業に、まあ、あらゆるな攻撃がもう、仕掛けられるというやり方がよくあるため、もう組織全体にもう高い意識を持つことがもう重要ですね。あ、はい。そうですね。本日は3つよくあるケース、ちょっとハイライトしたいと思います。まずよく出てくるケースの一つは、まあ、関係がないにもかかわらず、まあ、ロゴなどを伏せ利用して、ある企業、まあ、つまりブランドオーナーと、まあ、協力関係にあることを見せかけることです。まあ、これはもうひどい場合はもうフィッシングなどのもう詐欺目的でこれが行われているケース、まあ、もありますということです。で、それから清掃業でよく見るのが、まあ、他の清掃業者や、まあ、卸業者が模倣品を提供していて、まあ、あるブランドの商品として販売したり、まあ、代わりに使えることを謳ったりすることですね。で、まあ、関連ケースとしては、まあ、不正にブランディングを利用して、まあ、正規代理店になりすますことも、もうそういったケースも見受けられます。で、最後ですが、まあ、最後はそのオンラインセキュリティにも関わる不正なドメイン登録ですね。で、企業の名前や、まあ、ブランド名などが含まれているドメイン、それはもう第三者が簡単に登録はできるので、それを利用して、まあ、悪質な行動をする人がやはりいます。で、まあ、ドメインスクワッティング目的の場合もありますが、まあ、企業、ブランドの、まあ、ウェブサイトのコピーを作ったり、まあ、フィッシング攻撃に使ったりする、まあ、ランサムウェイ攻撃や、もうビジネスメール詐欺など、まあ、もっと深刻なケースにも、つながることもあります。はい。それでは、取引規模の大きいケースや、
内部確認が必要となる B2B を想定して物販系とコンテンツ系に分けてご紹介したいと思います。はい、まずこちらのスライドですが、物販系を代表で、物販系を代表する偽物の販売をまとめてあります。侵害行為は同一または類似商品やサービスに対する商標権の不正利用です。主なテイクダウンの課題は1点目、対象国で権利行使に必要な商標の出願がされていない。2点目、パートナー企業や販売者名をまとめたホワイトリストがない。3点目、正規品と偽物を判別するガイドラインがないなどです。そしてテイクダウンをバックアップする証拠材料は1、商品やパッケージ上で知財を不正利用している画像。2、テスト購入。こちらは見た目、品質の確認のためです。取引の規模が大きい場合に有効となります。3、お客様のクレーム。こちらは商品が届かない、または粗悪品が届いたなどのクレームです。特に2番目と3番目はテイクダウンのスピードに大きく影響してきます。次にソフトウェアやツールの不正使用に移ります。例として挙げられる侵害行為はスクリプトの改ざんまたは、自動操作ツールの利用です。この場合主なテイクダウンの課題は1点目、エビデンスの入手にダウンロードや購入が必要。2点目、製品とコードの知識を有する人材が分析を行う必要があるなどです。そしてテイクダウンをバックアップする証拠材料は1、テスト購入。こちらは使用感の確認のためです。2、コードの分析結果。こちらは改造部分の発見が目的となります。ソフトウェアやツールや、ソフトウェアやツールが絡む場合、こちらの、証拠材料は非常に役に立ってきます。そうですね、最近では侵害行為が巧妙化してきていますので、例えばウェブサイトに貼り付けてあるソーシャルメディアのリンクへ、移動すると偽物の商品写真が掲載されているといったケースが見受けられます。で、今ご覧いただいているのがそのソーシャルメディアの広告ページです。上部に偽物だと判別できる広告内容が謳われており、左手に広告商品が掲載されています。そして中央の上の部分に秘密コードが使用されています。37.98M という部分ですね。そしてその下に販売ページのリンクが貼り付けてあります。で、こちらの販売ページのリンクをクリックすると、こちらのマーケットプレイスの販売ページへ飛びます。で、右手にソーシャルメディアの広告商品とは全く違う写真が掲載されていますが、タイトルの部分をよく見ると先ほどの秘密コードが使用されています。テイクダウンの際にはソーシャルメディアとマーケットプレイスの2つのページの関係性を証明してサービスプロバイダーにページの削除をお願いするという流れになります。はい、一番力を入れているところは世界中で活躍するチームとの連携です。例えばですが、アジア以外の地域でテイクダウンを行うときなんですが、時差やスピードの認識の違いでなかなか通知が処理されないことがよくあります。そんなときには他のリージョンで活躍するアナリストと連携してテイクダウンを行っております。持ちつ持たれつなので日頃からの信頼関係も大切にしています。やはりホワイトリストや偽物を判別するガイドラインが不足しているという点です。でこういったものが揃っていると権利行使のスピードを高めることができるので、自社ドメインをはじめその他ポートフォリオの管理はとても重要だと思います。ご質問くださった方ありがとうございます。
結論から申し上げるとですね、ご質問いただいた事例に関して、事案に関しても、ブランドプロテクションのフローに乗せて対応しております。というのも、損害のあるなし、その大きさ、またはその、いわゆるカスタマー、お客様への影響のみを判断したフローではないので、あくまでご紹介した通り、そのブランド既存があるかないかというところを元に、判断を進めていますので、当該事案に関しても実際に、通報で来た事例はありますので、ご回答になっていれば幸いです。